頑張りすぎて声が枯れてるのでちょっと聞いてください。私はケアンズに行くことができて、なんか自分の意見をしっかりと持つことの大切さや、一つの物事を片方の面から見ることの危うさとかをすごく知ることができて、日本に帰ってきてからは自分だったらどう考えるだろうとか、なんかその反対側から見てみようっていう心がけをすごく気にするようになりました。で、そのいろんな世界が広がってるってことを知れて、私は大学をドイツの大学に進学したいなと考えていて、今勉強に励んでいます。このオーストラリアの経験とかをもっと多くの人に知ってもらうためにも、自分が積極的に発信していけるようになりたいと思います。ありがとうございます。